にゃーにゃーん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュネコです。今回もメイドさんとつながりたい、やっていきたいと思います。パート6ってことで、前回の続きからになります。お待たせ、ごめんね遅くなって。全然大丈夫なんか恥ずかしいね。さっきのイケメンとはどういう関係？聞いちゃうの？さっきのイケメンとはどういう関係なの？はっきり、違うね。はっきり、そう聞いてしまいたいが、プライベートの、議員っぽかったし、ただの客でしかない俺が、そんなこと聞く権利ないよな。どうしたの？なんか、今日は、元気ないね。そうかな。ごめん、ちょっと寝不足でぼーっとしてたわ。昨日遅くまでゲームしててさ。そうなんだ。あまり夜更かしすると体に悪いよ。だよね。気をつけるよ。ははそうだ。うりうりしてても仕方ない。いちごちゃんと話せるこの時間を楽しまなくてば。なんか噛みまくるよね。いちごちゃんってもうすぐ誕生日なの？そうなの。来週がバースデーイベントだから、シュネコくんにも来てほしいな。来週なんだ。当日はバースデー限定いちごスペシャルドリンクとオニアル缶バッジをセット販売する予定なの。なんかドリンクと缶バッジのセットならねーって。ねえ、とかねえ、缶バッジは、絵の上手い友達に、ね、似顔絵描いてもらったんだ。そうなんだ。こないだ、完成データ見たけど、すっごく可愛いんだよ。友達がね、ミカの顔って目がパッキリしてて特徴的だから、すごく描きやすいって言ってて、って言ってて、あれ、ミカって誰ですか？ミカ？え？あ、やば、間違えちゃった。おっと、大丈夫？大丈夫。ミカっていうのは、いちごちゃんの本名なのだろうか。口元を押さえて、あたふたしている様子が、なんとも可愛らしい。もう、気が抜けて、ついポロッと言っちゃったじゃん。ポロッて。待って、それ認めちゃっていいのね、それ認めちゃっていいのかい、いいのかい。他のお客さんには絶対バラしちゃダメだからね。それだけの秘密だよ。もちろん、絶対誰も言わないから大丈夫。二人だけの秘密できちゃったよ。ありがとう。伝えたのがシネコくんで、まだ良かったよ。へへ。なんか今日ものすごく噛みますね。いちごちゃんが、蜜抱っこのようにペロッと舌を出す。それはどういう意味なんだ？意味深すぎる。俺は思わず動揺してしまったが、彼女は何事もなかったかのように話を続けた。それでね、スペシャルドリンクの方は、まだどんな感じにするか迷ってて、いちごをたっぷり使った見た目も可愛いドリンクにしたいんだよね。そうだね。だって、いちごっていう名前やからね。まあ、いちごを使った方がいいよね。いいよね、作って。いいよね、って。でも、予算とか考えたら、あんま派手なものは作れないかな。そうか。予算があるもんね。そうなんだ。いろいろ考えてるんだね。来週、絶対お会いに行くからね。ありがとう。バースデーイベントなのに、お客さんガラガラじゃ恥ずかしいからね。来てくれるのはすごく嬉しい。そうだよね。ほんなバースデーイベントやりまーすって言って、誰も来なかったら、なんか、ショックあるよね。大丈夫だよ。いちごちゃん人気者だし。きっと、たくさんのお客さんが応援に来てくれるよ。そうだといいね。そうなことだよ。そうだといいなー。今から緊張してきた。なんかいい感じの会話だよ。ほら、その後、俺たちは、いちごスペシャルドリンクのアイディアを出し合って、盛り上がった。盛り上がったよ。盛り上がったよ、って。さあ、そして、夜です。
夜。まずは SNS チェックだ。おお、なんか日課になってきたね。お、お経は今日もみんなとたくさんお話できて楽しかったです。来週は常にいちごのバースデーイベント、いちご推しのご主人様もそうじゃないご主人様も気軽に会いに来てほしいな、待ってるよーですって。リツイートといいねと、よし、オッケー。あ、そうやね、あの RT って書いてリツイートなんですよね。あれなんでなんだろうな。あー、なんかあれか、リツイートのなんか昔は文字取ってんのかな。なんで今言うんだよね。はあ、今日も楽しかったな。いちごちゃんの本尿バレとかというプチハプニングもあったしな。大勢いるお客さんの中で彼女の本尿を知ってんのは自分だけなのかと考えると、すごく特別感があって嬉しい。二人だけの秘密か。一つだけ気がかりなのが、昼間見た謎のイケメンだ。謎のイケメンだ。あいつは一体何者なんだろう。そうだ、匿名掲示板なら何か書いてあるかも。ああ、なんか先週の時あれだね、なんかもう見るん怖いとかってやめたやつですね。あ、やっぱり書かれてる。何、うわ、何、ああ、今日キャバスでモデルみたいな気分だけど有名なオタク、今日初めてだけど誰かの彼氏じゃね、彼氏。誰かの彼氏か。いやいや、いちごちゃんに限ってそんなことはないはず。ちょっと気がかりだよ。嫌な想像してしまいそうな自分の頭を強制シャットダウンするため、俺はベッドに潜り込んだ。これで4日目が終わるかなってことで、ということで、Day 5、5日目に突入しました。5日目です。おー、バースデーイベントかな？お帰りなさいませ。いちごちゃん、誕生日、おめでとう。って、何そのタスキ、何タスキ。ああ、なんかよくあるやつ出てきたよ、よくあるやつ。本日の主役って書いてるよ。店長が、今日は一日これつけてろって、恥ずかしいから早く外したいんだけど、そう。なんか今日分かるかもしれないな。ちょっと恥ずかしい、分かるかもしれない。それはともかく、今日は来てくれてありがとうね。今、ちょっと混んでて、端っこの席でいいかな。うん、そこでいいよ。お客さんいっぱい来てくれて、よかったね。そうなの、ガラガラじゃなくて安心したよ。店内を見渡すと、10割近くの席がすでに埋まっていた。はい、ちょっと時間を見た感じですね。ちょっとね、ここら辺で切った方が、いい感じするので、今回はここまでにさせていただこうかなと思います。次回のパートは、いちごちゃんのバースデーイベントのね、続きってことでね。いやー、楽しみですねってことで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますってことで、それではまた次回の動画でお会いしましょうってことで、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末、を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップかアンドクリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。